天正10年1582年5月15日から17日、明智光秀は織田信長の命令が下っていた安土城に滞在していた徳川家康に対しておもてなしをするという役割である供応役だったのだ。明智光秀が謀反を起こした理由について様々諸説がある。一つはこの接待をしていた徳川家康に腐った魚を提供したということが挙げられるが、真相は分かっていない。17日に明智光秀は供応役を解任されていたのだ。羽柴秀吉が織田信長に応援要請をしていたということもあり、明智光秀は中国地方へ行く準備をするため居城となっている坂本城に向かった。5月26日、明智光秀は中国出陣のため坂本城を立っている。その後亀山城に入っているが、27日とも言われている。5月27日、織田信長を討つという計画がされているのがこの日だが、徳川家康を討つという織田信長の命令があったとも言われている。徳川家康を討つということを建前にあるのであれば、今日にも生きやすくなるという諸説がある。戦いに勝つために祈願しようと亀山城の北に位置する愛宕山に登っていた。祀られているのは天狗でありながら、明智光秀は愛宕権現に2度3度とおみくじを引いたと言われている。ちなみに愛宕神社はその祭神の一柱に家具槌命とされていた。京都の人たちからは火伏せの神様として親しまれているのだ。5月28日、愛宕山の西坊糸喰院において、レンガ会を催している。時は今、雨が下しる、5月かな、という句は、本能寺の変を決意したとも言われている句とも言われているが定かではない。明智光秀は、その日のうちに亀山城に帰ってきていた。5月29日、羽柴秀吉は、備中にある高松城を攻めていた。織田信長に援軍要請をしており、織田信長は安土城を出発した。その日のうちに京に入り本能寺に宿泊したのだ。明智光秀は100個もあるという弓鉄砲の矢玉の入った荷物を最前線に運ぶため兵を西の方へ先発させていた。6月1日、博多の大商人である姉妹宗室や堺で大商人の今井宗牛、津田宗久、公家の近衛咲久らが招かれていた。茶会を催していたのだが、安土城から名物茶器の天下の一品である38種を運ばせており、品評会を楽しんでいたのだろう。しかし商人と公家が一緒の席にいることはありえなく、6月蒸し暑い中で日中に茶会を開いたのではなく午前中だったとも諸説では言われている。その後宴会だったのだが、織田信長は囲碁の対局を楽しんで眠りについていたのだ。6月1日、明智光秀は亀山城を東の方へ出発している。猿の時午後4時頃より準備が出来上がり出発している。亀山の東の芝野に到着して斎藤歳三に命令して1万3000人を勢揃いさせたのは鳥の時午後6時頃であった。深夜明智光秀軍は京に向かうのだが、亀山城から京都に向かう時、老の坂峠と唐戸越え、明智越えの3つの説があるので紹介しよう。1つ目に、山陰道老の坂を越えて京に向かうルート。亀山城から西の国への道は南の三草山を越えるのが当時は普通であったが、明智光秀は老の山を登り山崎を回って摂津の地を進軍すると兵に告げて軍を東に向かわせていた。少しでも足を早めようと老の坂峠を越えると靴掛けで兵たちの休息を許している。夜中に持ってきていた兵糧を使い馬も休ませていたのだ。靴掛けは京への道と西の国への道の分岐点であったという。2つ目に唐戸越えルートである。山城の国と丹波の国をつなぐ道としては存在していた。唐戸とは石棺の意味で、古墳から石棺が露出したことが地名の由来とされているのだ。丹波亀山から京へ向かう明智光秀の軍勢が通った道とも言われているが、明智秀光に先鋒として唐戸越えのルートを進むよう命じていることも諸説残っている。しかし暗闇の山道を大軍が時間かけて越えるのには難しいところなのだ。3つ目に明智越えルートがある。亀岡市保津町から柚子の里で知られる御代を経て嵯峨野の鳥居本へ向かっている。
未燃洞と呼ばれる場所にたどり着いていたとも言われている。清和源氏の祖として有名な第56代天皇である清和天皇が出家して隠れながらの生活を送っているところで、清和天皇が崩御された後祀られている場所としても有名である。また明智光秀が本能寺の変の直前に愛宕詣をした帰りにここでも必勝を祈願したと言われている。それぞれ三分割して通ったという説もあるほどで、第一有力なルートは老いの坂ルートである。本能寺の変について諸説あるが、明智光秀が京の方向へ向かったのには理由があった。川澄太閤記によると、明智光秀が兵隊を中国地方へ向かわせるにあたって出兵の準備ができたら織田信長が京都に一度来るように呼び出していたとも記されている。本庄宗右衛門覚書には徳川家康を討つと考えられていたと記されていたことから、どのルートを通るにしても理由があると言われている。武田勝頼がいなくなった今、織田信長は徳川家康を討つという裏の命令を出していたという説もあるほどだ。6月2日未明、明智光秀、桂川で部下に信長打倒の決意をしているとされている。敵は本能寺にありと示していると言われているのはこの部分である。しかし同じ時代の資料には明智光秀の言葉は一切残っていないとも言われているのだ。本能寺の場所は現在とは場所が違っており、東は西の東院王子、西は油の工事通り、南は四条坊門工事、現在はたこ薬師通り、北は六角通りに囲まれた区画内にあった。東西約120メートル、南北約120メートルという敷地に存在していたのだ。先方の斎藤利光は町中に入ると町々の境にあった軌道を押し上げ行進した。くぐり戸を過ぎるまでは上りや旗差し物をつけないこと。本能寺の森、西勝の木、竹やぶを目印にしてそれぞれの兵隊が思い思いに前に進んでいた。目的地に急ぐよう兵に細かい指示を出して命令していたのだ。織田信長が宿泊する本能寺が明智光秀の軍勢3000人に包囲された。斎藤利光と明智光秀の重臣である明智秀光が率いた先発隊が本能寺を襲った。明智光秀は本能寺から約8キロ南の京都市南部に位置する鳥羽に控えていたという。南門から突入した本庄宗右衛門の回想録によると、本能寺の内側にはほとんど織田信長軍勢はおらず、門も開きっぱなしであったとされている。明覚寺に宿泊していた織田信長の息子である織田信忠は二条御所に入り、明智光秀勢と戦い自害して御所も焼失してしまったのだ。織田信長の消息がわからないまま明智光秀軍は戦いを終了させた。6月2日午後4時頃、明智光秀軍は瀬田に到着したのだが、山岡景隆に瀬田の唐橋を落とされてしまった。妨害に遭っていたのだ。そのため明智光秀は安土城行きを断念せざるを得なかった。明智光秀は一旦坂本城まで戻り、兵たちは3日間かけて橋を修復させた。再度瀬田の唐橋を渡り安土城に入城したのだ。反織田信長となっていた松永久秀が滅んだことで空席となっていたものがあった。現在の奈良県である大和の国を守る大和守護の座だ。明智光秀は筒井順慶にこの大和守護の座を譲るほど仲が良かった。しかし6月10日、明智光秀は洞ヶ峠において筒井順慶の軍を待っていたのだが到着せずにいた。明智光秀を裏切っていたのだ。筒井順慶は織田信長に中国出陣予定をさせていた。しかし織田信長が討たれたという状況をすぐさま理解した筒井順慶は豊臣秀吉に応じ大和郡山城にこもったのだった。6月11日、明智光秀、洞ヶ峠を去って下鳥羽へ陣を構えた。淀城、昇龍寺城を固めている。6月12日、羽柴秀吉、摂津から天王山に陣を構える。6月13日午後4時ごろ、明智光秀軍と戦闘開始となった。山崎の戦いである。山崎の戦いは今後のお楽しみということで、まだまだ語りたいことはまだつきませんが、今宵はここまでにいたしとうござりまする。本能寺の変の動画を見て面白いと思ってくれた方はチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。